ついた気分になってしまうので、そこの練習からしていこうかなと思います。レクチャーします。で、まず最初は普通に、まあ、直線真ん中のやり方で言うと、まあ、大体やり方みんな分かると思うんですけど、まあ、肘をついていただいて三角形を作ります。で、この時に必ず自分の肩と肘が真直線になるように前に行き過ぎたり後ろに行き過ぎたりしない、必ず真直線につけるようにします。で、まあ、普通に足を伸ばしていただいた時にこの体型、まずお尻が低すぎない、上げすぎない、なるべく平行で、一つポイントとして上げるとお尻をしっかり、お尻に力を入れてあげるのと、お腹を少し上に上げてあげる、この2つのポイントを使うだけで結構効きますで、お腹を締めるイメージではあるけど、お尻を上げるのではなく少し丸めてあげるようなイメージで、基本的に1分以上はやらなくて大丈夫なので、まあ、30秒からやってあげて、だんだん秒数を増やしてあげればいいかなと思います。で、毎日継続するのが大事なので、例えば1分がつらかったら30秒から始めて、だん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 5秒ずつでも上げてタイムを伸ばしていけれるようになるといいかなと思います。で、あまりにもきつい時はちゃんと刻み刻みでやってあげて毎日継続していくことが大事だと思います。で、一応説明すると、横もあって、横も、肘と肩は一直線で横になってあげるときに、これさっきと一緒、お尻が後ろに行き過ぎたり前に行き過ぎたりしない、必ず真っ直線になってることを意識する。で、一番のポイントはここ。次はさっきと違って真っ直線というよりは上げれるだけお尻は上げた方がいいです。上に、これを意識してもらって、こちらもだいたい最初は30秒から始めてもらって、必ず毎日続けることが大事だと思います。